ユネスコ創造都市ネットワークへの加盟認定についてということでございます。旭川市は国際家具デザインフェア旭川の開催や旭川デザインギャラリーの開設などデザインを町の活力や経済活性化につなげていく取り組みを推進をしており、その一環としてユネスコ創造都市ネットワークにデザイン分野での加盟を目指してきたところでありますが、令和元年10月31日、日本国内では名古屋市、神戸市に次いで3都市目、世界に40あるデザイン都市の一つとして同ネットワークへの加盟が認定されました。ユネスコからのデザイン都市としての指定は、デザインの先進地としての本市の実力が世界に認められたものであり、非常に光栄なことであり、大変嬉しく感じているところでございます。当初本市の申請に対しては厳しい審査を予想しておりましたが、旭川創造都市推進協議会など業界団体や北海道内での唯一のユネスコ創造都市である札幌市、2017年に映画分野で加盟した山形市、および2008年にデザイン分野で加盟した名古屋市などその他多くの方々の支援があって認定されたものと考えております。ご協力をいただきました関係者の皆様方にはこの場をお借りして感謝申し上げます。申請においては本市がこれまで30年近くにわたって取り組んできた国際家具デザインフェア旭川で培ってきた海外とのネットワークや若手デザイナー育成に寄与してきた実績などを訴えるとともに、審査に参加する海外のデザイン都市に対しては名古屋市の協力を得ながら本市のデザイン都市としての魅力を効果的に伝えてまいりました。当地域には家具、機械金属、食品加工などものづくりの企業が集積しており、デザインを創出活用し発展していく素地がございます。また旭川デザイン協議会や公設機関を中心に時代を担う人材を育成する環境が整っており、現に多数のクリエイターが活動しています。市内に約100基散在する野外彫刻は市民が気軽に文化芸術に接する機会を創出しておりますし、旭川駅に隣接する北サイトガーデンは市の中心部にありながら北海道の自然の美しさを感じることができます。恵まれた自然環境や都市機能を背景にした豊かな食文化も本市の大きな魅力の一つでございます。豊富な森林資源を生かしながら発展してきた旭川家具はユネスコ創造都市ネットワークが重視する地域固有の文化産業として認められ、今後さらに創造性を発揮し世界に貢献することが期待されております。本市としましては来年第11回目を迎えます国際家具デザインフェア旭川を中心に、これまで築き上げてきた海外とのネットワークに加え、世界中のユネスコデザイン都市との交流を進め、民間が中心となって進めるデザインを軸とした活動をしっかりと支援し、人材育成を図り、地域経済の活性化につなげてまいりたいと考えております。最後になりますが、ユネスコ創造都市ネットワークへの加盟はゴールではなく、あくまでもスタート地点であります。ユネスコが認める創造都市であるという責任を自覚するとともに、同ネットワークを最大限活用し、本市の情報を発信するとともに、他の加盟都市と知識や経験を共有し、刺激を受けながら創造性を磨き、旭川地域の発展につなげてまいりたいと考えております。令和元年度の上半期の観光入り込み客数についてという項目になりますが、この度上期の観光入り込み客数の数字が
まとまりましたので報告をいたします。観光入り込み客数は前年度比較でプラス 3.9%、 12万1000人増の323万6400人となりました。今年はゴールデンウィークが10連休となり、期間中の天候にも恵まれたことから、4月に客足が好調に推移したことや、昨年は北海道胆振東部地震の影響により客足が減少した9月についても順調な回復を示したことなどが増加の要因と捉えております。宿泊延べ数は前年度比較でプラス 1.3%、 7200泊増の54万9600泊となり、市内中心部主要ホテルの客室稼働率は平均で 85% を超えました。これは観光入り込み客数の増加と同様に、長期連休となったゴールデンウィークの4月、そして昨年の地震による減少から回復した9月の増加により宿泊延べ数を押し上げたものですが、一方で他の月では前年同期に比べ減少となっており、昨年度に実施した北海道復興割による需要の前倒しなどがあったことから、プラス 1.3% の微増にとどまったものと考えております。外国人宿泊延べ数は前年度比較でマイナス 0.5%、 647泊減の13万5957泊となりました。国及び地域別では平成30年3月から旭川空港へ定期便が運航されている台湾が前年度から 22.6% 増え、約3万3000泊と最も多い結果となり、2位の中国は新千歳空港での中国南方航空の運航再開もあり、前年度から 1.2% 増え、約3万2000泊となっております。続いて香港、タイ、韓国の順となっており、タイは平成28年度に、香港は平成30年度、韓国は平成29年度および今年6月にトップセールスを行ってきており、それぞれ重点市場としてしっかりと融資活動を行ってきた成果が着実に現れているものと認識しております。今後も近隣自治体や関係機関と緊密に連携しながら、旅行需要の動向を踏まえ、国内外に向けた効果的な誘致活動、宣伝活動を進めていきたいと考えているところでございます。旭川市役所行政改革課から企業法人の皆様にお知らせします。現在ネーミングライツ料をお支払いいただくことで、市の施設へ企業名などを含めた愛称をつけるネーミングライツスポンサーを募集中です。ネーミングライツについては、平成30年度から東北アークス大雪アリーナに、今年度からリアルタ夢リンゴ体育館に導入しています。現在令和2年4月に向けて、企業様からネーミングライツを導入したい施設を募集しています。応募を考えられる場合は、お申し込みの前に事前相談申し込み書を提出するようお願いいたします。募集期限は12月27日金曜日午後5時までです。詳しくは旭川市ホームページをご覧いただくか、旭川市役所行政改革課までお問い合わせください。企業の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。11月16日土曜日、旭川市議会議場で旭川市子ども議会が行われました。これは市内の小学5年生から中学3年生までの20人が議員となり、
西川雅人市長や各課の担当職員にまちづくりに関する質問をするというもの。旭川市子ども議会は旭川市教育委員会が主催し、小中学生の政治に対する関心を深めることを目的に2015年以来4年ぶりの開催となります。議会では学校給食や自習スペースの充実などの身近な問題から、子育て相談や自然災害への対策といった議員顔負けの質問も出され、職員らは丁寧に回答していました。子育ての相談について質問します。旭川市の室内の遊び場としては、フィール旭川の森森パークやカムイの森公園のワクワクエッグなどがあります。このような施設に子どもを連れてきたお父さんやお母さんが子育てについて相談できるコーナーを作ることはできないでしょうか。旭川市では森森パークや保育所などの中に地域子育て支援センターという遊びの広場を10カ所開き、子どもを遊ばせながら同じ部屋の中で担当の職員に子育て相談することができるようにしています。これからも多くの親子の皆さんに利用してもらえるようお知らせをしていきます。旭川市でこれまで経験したことがない規模の自然災害が起これば多くの被害が出るのではないかと心配していて、日頃から準備することが大切だと思います。そこで副市長に質問です。旭川市では自然災害に強い町にしていくために、今後どのような取り組みをしていくのか教えてください。災害には答えがない、正解がありません。それで、常に起きていることに対してどうすれば最善になるかということを常に考えていって対応する。これが我々に課せられた義務だと。旭川が自然災害に強くなる町というのは、経済も文化も、そしてここに住んでいる人たちの地域もみんな強くなるということが災害に強くなる町だというふうに思ってますので、それに向けて旭川市はいろんな対策をやっていきたいというふうに考えています。トップバッターだったのですごい緊張したんですけど、うまくいったかなと思います。今日知ったことも含めて市民の一人として旭川の未来に貢献していきたいなと思います。もちろん将来市政あるいは議会と政治に進む子どもたちがですね、将来そういう子どもたちが出てきたら嬉しいなと思いますし、まちづくりだとか地域のことだとかに関心を持ってもらって、自分たちが主体的にそういったところにことに取り組んでいくという、まあ、思いに至るきっかけになれば素晴らしいなと思います。子ども議員からの質問に対し、西川市長は皆さんの意見を真摯に受け止め、これからのまちづくりに生かしていきたいと話していました。11月24日日曜日、旭川市内で子ども地球温暖化対策バスツアーが開催されました。この企画は子どもたちに地球環境の現状や近年問題となっている温暖化への理解を深め、環境保全について考えてもらおうと旭川市環境総務課温暖化対策係が主催し実施したものです。ツアーには小学生10人とその保護者が参加。旭川市のマイクロバスに乗り込み、長山にある旭川公園ゲストハウスを訪れ、薪ストーブの見学や薪割り体験を行いました。もう成長の見込みがない倒れた木とか枯れた木とかだけを、薪として使っているので、本当にこの薪ストーブの意味が出てくるといいますか、今使ってない木を有効に使わせてもらっているというふうなことで、薪ストーブのために新たに犠牲になる木を、生み出しているわけではないというふうなところなので、すごく私たち人間にとっても環境にとっても森にとっても無理のない範囲で有効な資源を、まあ、使っていけてるんじゃないかなというふうに思っています。今問題になっているのは、この地球を覆っている温室効果ガスっていうんですけど、それがほとんど二酸化炭素でできていて、まるで地球を、覆って、ビニールハウスの中にいるような状態にね、今なりつつあるんですね。木を燃やすことによってああやって煙でね、二酸化炭素も出るんですけれども、
二酸化炭素を極端なことを言うと1グラムたりとも増やしてない。おーし、座りがね、はい、初めて見ました。薪ストーブは周りもあったかくなるからいいなと思いました。その後は神楽公民館に移動。地球の未来をテーマにした手塚治虫さん原作のアニメ映画鑑賞が行われ、児童たちは自分たちにもできる環境維持について学んでいました。